ユーストリームを使って全世界に向けて発信、ラーメンミュージシャン井手隊長の今3時。そうね、大体ね。はい、今週も始まりました。この番組は全国のラーメンを食べ歩くミュージシャン、私井手隊長がサザン、ラーメン、本をテーマにお届けする30分番組です。最後までお付き合いください。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日も門前仲町4番出口から徒歩1分の、イルゼランテさんからお届けしております。はい、さっきちょっとマスターと喋ってましたらね、先週言ってたでしょ、はい、ローストチキンがもう、はい、栗のスマスに売れた売れたと飛ぶように、ね、37話売れたそうですよ。うわー、ね、この辺りの37軒の家のディナーをここの鳥がもうすごいですよ。町内会長みたいなもんですよ。笑ってますよ。37件ですよ。すごいですよ ね、 ね、37件ポスティングするのでも結構大変です。そうですよね。鳥を売ってるわけですから。すごいですね。来年は50話いこうみたいな。私も1話買います、ね、しばらく鳥見たくないって言ってましたね。そんなのもありつつの非常に評判のお店ですから、はい、まだ4月にできたばっかりですから、去年の1年経ってないですよ。そうなんです ね、 ねえ、1年で鳥を37羽売っちゃうわけだから、これなかなかの腕ですよ、ねね、店主は25歳ですから。え、25ですよね。25ですよ、ね、年齢よりも多くの鳥を売ってる。あ、素晴らしいですね。ということでイルゼランテさんがお届けしておりますけども、はい、新アシスタント、はい、今日からみやびちゃんです。みやびです、よろしくお願いします。はい、こっちに来ましたね。はい、あの先週はねここに座ってたんですよ。ここに座ってましたけど、もう今日はここにいます。頑張りましょう、はい、頑張ります。アシストしてください。はい、あのお手柔らかにお願いします、本当に。はい、ということで、はい、今日のゲストは2回目の登場。はい、今日の本こちらですね。漫画で身につく PDCA の著者、原雅彦さんです。よろしくします。よろしくお願いします。はい、ということで1年半ぶりぐらいになるわ。そうですね、ねえ、はい、ということで今回は漫画版ですか、うん、はい、漫画出しました。 PDCA ご存知ですか、 PDCA。私ちゃんと予習しました、はい、読みます、プレイ、プレイじゃないですよ。プラン、一文字違う、一文字違う、プラン、プラン、ドゥ、ドゥ、チャレンジ、違う、惜しい、チェック、チェック、チェック、映画、あと、アクション、アクション、ね、プラン、ドゥ、チェック、アクションの PDCA ですけどね。え、はい、映りましたか。はい、今回は漫画版ですけども。そうですね、今回はどういう思いで。そうですね、はい、まあ、PDCA ってまあビジネスの基本なんですけども、はい、もう会社に入ればもう新入社員で必ず教わって、うん、まあ、ビジネスパーソンであれば誰でも PDCA 回せるよねっていうのが一般的に言われてるんですけども、はい、まあ、実際ですね、はい、ビジネスの世界で働いてみるとPDCA 回せてない人が非常に多いということで、はい、まあ、かといってそれをこうちゃんと伝えようと思ってもなかなか難しかったりするので、うんうん、じゃあ漫画にしてみて、まあ、分かりやすく伝えようじゃないかと、一人でも多くの人に、そうですね、分かってもらおうじゃないかと、はい、エッセンスをね。そうですね、 PDCA は僕がその働き始めた頃とかは一切聞いたことなかったんですよ、はい、あ、そうなんですね。どうしたんでしょうか、これ急にここ近年は。そうですね、やっぱり、こう働く人がなかなかこう増えない中でより成果を出さなきゃいけないという状況があるので、うん、こうより成果を出すためにはこの PDCA というものをちゃんと身につけて成長していかないとダメだよねっていう流れがあるので、考え方としては、うん、はい、最近の考え方なんですか、これは。いや、昔からあるんですけども、はい、特に最近ですね、注目されつつあるということですね。で、原さんはですね、はい、まあ、前回の前の放送を見ていない方にはご説明をしますけども、トヨタ、皆さんご存知の、はい、トヨタ車のトヨタ自動車のメカニックで、はい、うん、めちゃめちゃ優秀な方だった、はい、めちゃめちゃ早くなんかこ う, そう、ね、いろいろやっちゃう人だったそうです、うん、はい、ね、まあ、整備技術を競う大会で日本一になった、すごいっていう、そういうトヨタで日本一ですよ、はい、それすごいです ね、 うですね、どうしよう、はい、はい、それが24歳の頃で、今現在はウェブの会社を経営してるんですね。全然違うんですけども、まあ、根底にあるのはその PDCA を回すっていうことを日々やってるということなんですね。メカニックのも基本はそうだったっていうことなんですか。そうです、うん、はい、ということなんですよ、はい、メカニックですよ、ね、で、今回の漫画に身につく PDCA は、はい、まあ
簡単な漫画というか。そうですね、あの漫画のビジネス書って結構最近増えてきてると思うんですけども、うん、今回特にこだわったのはですね、その漫画自体も楽しんでもらおうということで、うん、せっかく読むんですから。そうですね、あの漫画家さんをですねかなり厳選しまして、はい、でこれがこれからですね週刊少年ジャンプで連載を控えている、うん、期待の新人の、うん、金島さんという方なんですけども、うん、に漫画を依頼してですね、うんうん、でストーリーは私の方で考えて、うん、それで作ってみたというところが一つ特徴ですね、はい、でその金島さんという方がまだその、はい、デビューはこれからなんですけども、いろいろ仕事を携わってまして、うんうん、例えばこの間あの映画にもなったバクマンですね、はい、バクマンは有名ですよ、はい、そうですね、もともとジャンプの漫画がそのまま映画になったんですけども、うんうん、はい、そのバクマンの中で、うん、劇中の作品としてですねこのクローというのが出てきたんですけども、うん、まあ、主人公が連載を持ってで単行本出すっていう、うん、まあ、そういうストーリーなんですけども、うんうんうん、このクローの、まあ、漫画を実際担当されている方だったりもするわけなんですね、うんうん、へえ、そうなんですって。で漫画自体もクローも持ってるしすごい、ね、そうです、そうです、はい、これまあ普通にメモ帳だったりするんですけどすごいクロー持ってるとかすごいです、はい、これサンプルなんですけども、すごいですね、まあ、漫画もだから見応えがあると。そうなんです、はい、でストーリーも結構やっぱり凝ってまして。そうなんです、いきなり冒頭でですね、はい、所属している会社の社長が死んじゃうって社長死にますからねこれこれ頭の5ページぐらいですすごい、いきなりこんなシーンから始まるビジネス書っていうのがなかなか衝撃的でですね、はい、すごいですねお話としても面白いし、これはあと面白かったのが、はい、この話の中でこうこのいろんな人、はい、視点がこう変わっていくわけ。そうなんですね、この人が主役の話、この人が主役の話ってなってますよね。そうです、その辺もかなりこだわって、はい、ザッピングストーリーっていうんですけども、うん、あの主人公一人の視点ではなくて、まあ、つどつどこう主人公が入れ替わって視点が入れ替わるので、まあ、だからいろんな立場の人が読んでも、あ、これ私と似てるみたいな感じで読んでいただける、誰かにこう投影するのもまあいいんじゃないかということですね、はい、はい、ということで PDCA なんですけどね、どうですか最近あの PDCA に関してもいろんなこう会社さん見ていらっしゃると思いますけど。そうですね、どうですか最近は。まあやっぱりその私が今いるのはウェブの業界なんですけども、はい、ウェブの世界はもう本当に PDCA の連続で、例えばあの有名なところで言うとヤフーさんとかですね、うん、ヤフーってサイトあるじゃないですか、はい、あの会社はやっぱり検索されてなんぼなんで、うん、そのどれぐらい検索されるかっていうのをちゃんと目標を持ってるんですよね、うんうんうん、それがある意味プランです、 P ですね、うん、で実際その検索じゃあどうやったらされやすいかっていうのを日々こう研究していて、うん、例えば検索窓ってあるじゃないですか、あの四角いところですね、四角いですね、はい、あの窓って実は日々大きさが変化してる。そう、出ました豆知識。そうです、でどの大きさが一番検索されやすいかっていうのを常にこう検証してるんですね。いまだに検証してるんですか、すごいですね。でその大きさによってやっぱり検索されやすさっていうのは違うっていうのが分かってきていて、うん、でまあ、あの専門用語でピクセルっていう単位なんですけど、はい、28ピクセルっていうサイズが実は一番今のところいいと。今のところいいんだ、28ピクセルが、はい、一番検索されてると。でそうするとどうなるかっていうと、やっぱりあの広告費とか広告収入に影響してくる。全然変わってきますよね、はい、で今までの最大で4億円ぐらいこう売り上げが上がった、うんうん、すごい。 それちょっと変えるだけで4億円変わるっていう。すごいですね、27と28では全然違う。そうです、だそういうの PDCA で回してる、ね、まあ、検索窓の PDCA サイクル、うん、まあ、そんなのが有名だったりしますけども、ね、すごいですね、やっぱそうやって一つずつやって、ね、一つずつの積み重ねがこう大きな PDCA になってくるでしょ。でここのね、検索窓の PDCA、 なんとかの広告の PDCA、 ニュースの PDCA とかいっぱいあって、 Yahoo の PDCA だっていうことなんですよね。 それをそれぞれを回して歯車のように。まあ、体調が好きなラーメンで言えば、出ました、行きましょう、そのラーメン屋の PDCA っていうのも当然あるわけで、あるでしょうね。やっぱり売上目標っていうのはありますよね、月間の、はい、でそれを分解していくと、やっぱりラーメンが何杯売れるかっていう話で、何人お客さん来てくれるかっていう話になると思うんですけど、で実際じゃあ目標に対して 今月売上達成しなかったっていう場合には、やっぱりチェックが必要なんですよね、振り返り。じゃあなんで目標達成しなかったんだろうっていうと、やっぱりそこには何がしかの原因があるわけで、うん、まあ、お客さんはいっぱい来てくれたけども客単価が低かったとか、うん、そもそもお客さん全然来てくれなかったとかですね、うん、じゃあお客さん来てくれなかったとしたらどこに問題があるんだろうとか、
まあ、そういうのをちゃんとこう、振り返ってアクションして改善していくっていう、その積み重ねで、まあ、ラーメン店の売り上げっていうのが出てくると、まあ、それは集客だけじゃなくラーメンの質自体、まあ、スープなのか麺なのかとか、うんうん、そういうところも一つ一つ、まあ、さっきの検索窓と一緒にこう PDCA を回していく必要があるということです ね、うん、ねえ、はい、もう原さんから僕も教わってから本の売り方に関しても PDCA を回すようにしてますよです、ね、P これ、はい、漫画で書いてあるから20代30代に読んでほしいよね、はい、で20代30代に読んでもらうにはどうしたらいいかこうやって、うん、いざこうチェックしてこう、はい、売り上げ出したら原さんこれ40代が読んでますよってなったらそっちにやってってこれやっていかなきゃいけないと、そうですね、じゃないと本も手に届かないかもしれないってことですよね、はい、そうですね、ね、はい、ミュージシャンはどうでしょう。ミュージシャンもやっぱりこう例えばライブをやってお客さん集めるっていうところがあると思うんで、はいはい、まあ、そこもラーメン屋さんと割と似ていて、うん、実際まあ何人の箱なんだけど何人しか集まらなかったっていう場合にはやっぱ何がしかの問題があるわけですね、うん、そこを目標と達成しなかったということは、うん、じゃあなんかそのチケットのこう配り方が良くないとか集客のこう広告が良くないとか、まあ、そもそもライブの日程がなんか曜日が良くないとか時間が良くないとか、まあ、いろんな要素があると思うんですよね、まあ、それぞれをこう検証しながら次に生かしていくっていう、まあ、それを繰り返すことでこう徐々にこうお客さんが多く集まって人気のアーティストになっていくみたいな、なる、まあ、そういうことですね、はい、やります、はい、私の PDCA やります。なんかそうか聞いてってるとなんか何かのせいにしないっていうことが重要なんでしょうね。そうですね。だから非常に重要なのはここにも書いてあるんですけど、はい、やっぱりチェックっていうのがすごい重要で、うん、あのなかなかこう振り返りを皆さんしないんですよね。やりっぱなし で、うん、でお客さん集まんなかったりとかラーメン売れなかったりすると、うん、もう振り返りたくないんですよね、うん、まあそうですよね、 やめやめやめってなっちゃうんだけど、そうなんですけど、そこにちゃんと向き合って何が原因だったんだろう、じゃあそれを次改善しようってやって生かしていくっていうのがPDCA サイクルで非常に重要な、次やるものはその前のものを生かしてないといけないと、そうですね、いうことですね、ためになりますね、すごい心が痛むけどすごいこういう話好きです私、うん、ね、これであの話によると、はい、PDCA 原さんの PDCA の考え方がどこかに取り入れられたという、そうですね、あの早速なんですけど企業採用ということで、はい、東証一部上場の人材派遣会社の添付スタッフさんというところが、まあ、研修で使わせてくれということで、まあ、数十冊まとめてですねこれからお届けするということになっております。なんかね研修ですよ、はい、でも本当それなんでね入り口なんです、なんだっていいんだわけですから、うん、そうですね、ね、やっぱり今こう会社の中でもこう本読めって言ってもなかなか忙しいし、本一冊読むの大変だっていう時代なので、うん、まあ余計いいんでしょうね、漫画だと、うん、あの読みやすいですし、うん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 、そういうことですよ、はい、ね、漫画で研修、ね、PDCA で研修、ね、特に若い人たちはね、はい、PDCA ってなんじゃいってところが始まるし、うん、それこそもう年も明けましたけども、うん、4月に入社する新社会人とかも ね、うん、PDCA ってなんじゃいと言った時にこんな分厚い本読めない人もいるから、うん、こういうのでね、とっかかりを、そんなに実は難しい話じゃないですもんね。そうなんです、難しい話じゃないんです、ですけどもできてないっていうっていうことですよね、はい、それをあの気にするきっかけにするっていうことですかね。そうですね、ぜひ生かしていただきたいと思ってます、はい、なんか身の回りで最近 PDCA 事件ありますか？PDCA 事件というかですね、はい、あのすごいなと思ったのが表参道にパンケーキ屋さんで、はいはい、カフェカイラはいはい、あのハワイの有名な店、そう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 、さすが隊長小泉、はい、でものすごい行列なんですよね、はい、あれ地下にあるんですけど、なんかもう地上までこう毎日行列ができているようなお店なんですけど、そこが、まあ、単純にそのハワイでナンバーワンのパンケーキだからっていうのもあるんですけど、うんうん、やっぱ接客がすごいいいんですね。そうなんですか。でその接客がなんでそんなにいいかっていうと PDCA が回っていて、はい、で、そのスタッフの方が毎日こう接客をする中で、はい、やっぱお店なんですいませんって呼ばれるんですよ、うん、お客さんから、はい、でそのすいませんって呼ばれた回数をカウントしてるんですって、それぞれがスタッフそれぞれが、はいはいはい、で毎日必ずあのすいませんって呼ばれる回数が何回以下にしようっていう目標が設定されていて、何回以下にする、今日は5回以下にしよう、今日は10回以下にしようとか、はあはあ、目標を持っていて、ですいませんって呼ばれたらカウントをする、うん、で1日の最後にそれを振り返るんですね。今日目標10回以下だったんですけども、うん、12回呼ばれてしまいました、はい、とか、
今日は5回以下だったんですけども4回に抑えましたとか、うん、みんなでこう振り返るわけですね、うんうん、で単純にその数字を振り返るだけじゃなくてじゃあなんですいませんって呼ばれてしまったのか、うん、っていうのをちゃんと振り返るとでそうするとあの今日ちょっと水くださいですごい呼ばれちゃったと か,、はい、とかまあいろんな理由で呼ばれると思うんですね、うん、お店ってじゃあ水くださいで呼ばれちゃったとしたらじゃあ水をなんかあのボトルで置いといたらどうだろうかとか、はいまあ、そうい う, こう呼ばれないための工夫っていうのをみんなで話し合うんですねすいませんイコールなんかね、うん、お客さんに負担があるわけですからねそうですそうです、うん、何かのニーズだったりとか、うん何か要望だったりするわけなので、うん、じゃあそれを汲み取って明日はこういうふうにしようみたいなことをアクションしてるわけなんです、うんうん、でそれを毎日毎日やってるもんだから接客がすごいってなってな、はいはい、もうそれでまたお客さんが集まってで行列ができているっていうそういう話を見てですねすごい PDCA 回ってんなっていうふうに思ったんですよねなるほど、はい、それはすごい話ですね、はい、ねすごいと思いました、つけ麺博でラーメン軍で優勝しましたね、はあ、あの肉玉そばおとどっていうラーメン屋さんなんですけどね、はいはい、そこはまさにそれですよ、うん、そこのこの番組でもおなじみですけどつけ麺博のプロデューサーの井上さんも言ってましたけど、ね、やっぱり、ね、ホスピタリティがすごい溢れてるんでラーメンはもちろん美味しいんだけど、はい、でやっぱその大つけ麺博みたいなそう大きい会場でその競ってるとこだからそういうのをやってんじゃないのかと思いがちですけどね、うん、結構この間支店にピョロッと別に何も言わずに行ったら、うん、すごかったですよあのうちのガキと一緒に食おうと思ったんですけど、はい、その容器、はい、熱消毒しておでなんか何も言ってないのに卵はついてくるいでた胃腸だって知らない人ですよバイクの兄ちゃんですよ多分卵はついてくる駐車券はくれる、はい、なんだこれと、はいそれも含めての多分店作りだって多分やってんだと思うんだけど、うん、それも多分そういう一つ一つをこう、そうですね、解決してやってるんでしょうね、うん、そういう上り詰めるようなお店はね、すごいな、まあ、どん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 こう進化をするっていうのが PDCA の特徴で、うんまあ、PDCA サイクルってここにこう円で書いてるんですけども、うんまあ、あの通常の円ではなくて螺旋階段を上るようなイメージなんですよねだんだん上がっていくそうです、うん、どん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 上がっていくっていうものなので、はい、なんかその場でぐるぐる回るのではなくて常に成長をするっていうもう昨日とは違う、うん、去年とは違うみたいな、まあ、そういうことの繰り返しなんですよね、まあ、だからにぎわってるラーメン屋っていうのはもう1年前とやってることは絶対違うわけ、ね、絶対違いますよね、はい、常に成長しているっていう、うん、そういうことですねだから仕事だけじゃないっていうことですよ ね, そうですねその個人の生き方としても、うん、俺は今年これやるんだっていう時にぼーっとしてるんじゃなくて、うんはい、PDCA を回していったら、まあ、確実に一歩二歩は近づくっていうことでしょう、ね、そうですねだから何でももう恋愛でもそうですし、まあ、ダイエットでもそうですよね、うん、5キロ痩せるんだっつって座ってんじゃなくてそうそうそうじゃあ何をしたら5キロ痩せるのかでなんかこれ試してみたけどじゃあ数字変わらなかったじゃあこれじゃないみたいな、まあ、常に改善があると思うんです全てこれですよ、はい、PDCA そうです、はい、チェックからアクションへのここですよポイントそうです挫折ポイント、はい、そこが大事なんです ね, ここで忘れないでってことですねはいぜひやってみてください、はい、そして非常に読みやすいし漫画が面白いですこれ、はいね、すぐ読めますからそうです ね, ね誰にこう自己投影するかも面白い、はいね、会社の話ですけどそうです ね, ねあともう一個ポイントあるとしたら、はい、私も登場してますあ、みたいですね、はい、ありましたよそうなんですこれだ、はい、原正彦先生を探してサイドストーリーを読もう、はいね、すごいそんなキャンペーンもやってます、ね、変わったこと好きですねこの人、ね、で応募するとサイドストーリーもらえると、はい、おまけの漫画があるんで、ね、それも原さんを探せって、はい、応募しないと面白いですねぜひさすがですねはい、ということでぜひ手に取ってみてくださいよろしくお願いします、はい、はい、ではラーメンのコーナー行きたいと思いますラーメンのコーナー、はい、今日は阿佐ヶ谷のお店ですね阿佐ヶ谷にありますガンプさんガンプ、お店としては、店主が有名な東池袋大正圏の出身ですお、東池袋大正圏出身で阿佐ヶ谷で独立されてやっているお店ですねこれがラーメン大盛り750円、で具がですね、チャーシューとナルトと海苔、メンマ、刻み玉ねぎ、そして珍しいのがレモン乗ってます。ここがね、ポイントなんです。すごい。ここがね、いいポイントなんですよ。スープは豚骨魚介なんですけども、まあ、厚みをそこまでつけないで、旨味で勝負しているようなスープで、まあ、魚介が少し強い感じですね。で麺がツルツルの
あの自家製麺ですね。喉越しが良くて東池袋テイスト。でなんでレモン使ってんですかって聞いたんですよ、うんうん、東池袋大正圏出身で。そしたらうちのラーメンは東池袋よりも若干苦めなので、うん、魚介でね、うん、その清涼感を出すために入れてるんですよって言ってました。であくまでこの東池袋リスペクトを忘れずにこの自分のラーメンを出してるとかすごい僕好感が素敵好感持てましたね。でこれではまだこのレモンなしで普通にこってりラーメンとしてまあ成立させてもいいのに、うん、まあ動物系の厚みをそこまでつけずにやっぱ魚介を強くしたり、まあ、レモン入れたりと、まあこうあの山岸さんへのねリスペクトをこう忘れずに作ってるとかすごいいいなと思って素敵。でこのレモンをまた絞って食べるとその後がまたねこの酸味が大正圏のつけ麺みたいな雰囲気なんですよ。そこもまた泣けてきちゃう感じで非常にいいお店ですよ。あの阿佐ヶ谷の駅から徒歩1分なんでぜひ食べに行ってみてください、うん、よろしくお願いします。はい、はい、ね、ラーメンもいいですよ。売れてるラーメン屋はフィニッシュへ回ってると、うん、回ってるんでしょうね。ね、はい、ぜひ。今日はほっこりする話が多いです ね。 PDCA いい話多いですね。そうです ね、 ね、はい、成功例が出てきますからね、はい、じゃあ生歌いきましょう。生歌のコーナ ー、 ー、はい、はい、じゃあ今日は、原さんのリクエストですけども、はい、お、まあ、新年ですからね。そうですね、新年にふさわしい曲ということで、はい、PDCA でみんな希望満載で、はい、今年も行こうということで希望の轍を、はい、みやびちゃんと歌ってみたいと思います、はい、これ見開きだから気をつけてね。あ、はい、あじゃあ行きます。危ない、行くよ。Oh, oh, oh.
ですね。すごいですね、サラウンドで。サラウンドでありがとうございます。お騒がせしました。サザンも相当 PDCA 回ってると思うんですけど。回ってますよね、きっと。ね、うん、常に上がってってますからね。はい、もうね、桑田さんはね、自分のコンセプトに合わないアルバム、うん、アルバムのコンセプトに合わない曲は入れないんですよ。どんなに売れてても。シングル、ね、波乗りジョニー、白い恋人たち、バーン200万枚両方売れたけど、次作るアルバムに入れないんですよ。そうなんですね。ね、その後が違いますから、やっぱ桑田さんはコンセプト、シングルはシングルで、これですよ。すごいな、ね。そして客から受けなかったら反省し、反省し、ね、次にバラード作ろう、つってバラードを作る。ね、PDCA ですね。津波がこう生まれるときはそうだったんですよ。あ、そうなんですね。前の曲のイエローマンっていうのがあんまり、はい、あのセールス的には今一つだったみたい でその後にこうライブハウスでこう結構昔の曲をやるライブやったんだって、うんうん、そしたら「オー・クラウディア」を歌ってたら、うんうん、あの一番前の方にいた50ぐらいのおじさんがもうぐしょぐしょになって泣いてたって、もうこの人のストライクゾーンに俺は投げようと、うんうん、ボールをつって津波作ったらしいです。すごい、ね、ちゃんとこう向き合って反省してる桑田佳祐でも。そうなんだ、やっていきましょうよ。はい、はいはいはい、ということでもう一度、はい、漫画で身につく PDCA 原雅彦さんの本ですが、書店さんで好評発売中、はい、ね、ぜひお 手に取ってみてください。はい、よろしくお願いします。今日は僕はこれに合わせて黄色きました。あ、ありがとうございます。演技よく、ね、なるほど、ね、してきましたけどもね、ぜひ手に取ってみてください。はい、はい、他に何か告知はございますよ、原さんの告知は。いや、特にないっすね。あの公演、いろいろ呼ばれてまして、はいはい、でこの中にもあの公演呼べますっていうチラシが入ってるので、はいはい、原さんを呼びたい人募集、ね、はいはい、もしあのお声がけいただければお伺いしますので、はい、よろしくお願いします。尻尾を振ってまいりました、はい、あと原雅彦探せキャンペーンもできそうですね。キャンペーン読み終わっちゃった人もね、それで終わるんじゃなくてこれをやってみよう、はいはい、あれってね、はい、どこにいるのかなっていうことでね、はい、ぜひやってみてください。お願いします。はい、みよびちゃんの告知ありますでしょうか。はい、先週もお伝えしましたが12月半ばに、はい、5枚目、6枚目、5曲目、6曲目の、はい、シングルをリリースしました。はい、とても地元のですね、家族と友達に向けたあの曲となっていて、まあ、私もちょっとコンセプトをいろいろ作りながら曲を書いてるんですけれども、うん、新潟ですか。そうなんです、はい、うん、あの毎回ね、1、2、3、4、5、6とあの一つのジャケットの中にも物語があったりとかっていうのがあるので、ぜひ見てみてください。お願いします。はい、お願いします。はい、はい、深井でカフェのライブのお知らせです。1月24日日曜日、平塚ライブハウスかなふさん、こちらちょっとソールドアウトになってますのでキャンセル待ちになりますが、ぜひよろしくお願いします。2月13日土曜日、下北沢のミュージックアイランド王さんでワンマンライブがあります。ゲストがすごい、たけし軍団のグレート木田優さん、それから、ドラマーの成田明彦さんとパーカッショニストの高橋優子さんゲストで、盛り上げますので、ぜひよろしくお願いいたします。すごい、はい、うん、ということでございまして、あっという間でしたけどね、はい、PDCA の話聞くとやっぱり背筋がシャンとする感じがしますね。そうですね、はい、まあ、ゆっくり生きるのもいいですけど、うん、ね、ゆっくり生きる中にも PDCA でちょっと上がっていきたいなっていうのは、ぜひ上に上がっていただきたいと。せっかくなんかやるんだったらこれやった方がいいですよね。そうです、なんか始めんだったらね、はい、っていうことですよね。そうです、はい、ね、ぜひ一人でも多くの方に手に取っていただきたいなと思います。感想もぜひお寄せください、はい、ね、そうですね、 Amazon とかにレビュー書いてください、ね、はい、ぜひ、ね、Twitter に書いてください、うん、そうです、原さんがリツイートします。そうです、ツイッターに何か書いていただいたら漏れなく私リツイートするんで、PDCA 全体を盛り上げていくっていう、あれもミッションもありますからね、ぜひ20代30代の方にも手に取ってもらいたいと思います。よろしくお願いします。はい、で来週のゲストは、はい、シンガーソングライター、ちょっと同じですけど、シンガーソングライターの小野さやかちゃん、ね、さやどんちゃん、さやどんちゃん、ピアノ弾いて歌うじゃないですよ。で話を聞くところによると西武ライオンズファンだそうですで、あの去年の野球企画の時に声かけたんですけどね、お忙しかったようでだったんですけど、ちょっと予定があったんで、来週は多分野球と大歌の話になると思いますよ、うんうんうん、小野さやかちゃんゲストですよ。来週は、愛理ちゃんが出るのかな。そうです、そうです、ね、ついに、はい、ついに新アシスタントのもう一人、ね、小さい愛理さん、そう、宮城さんより小さい、小さい、愛理ちゃんが、はい、来週からやりますんでね、そちらもあの愛理ちゃんともセッションやるのかな、来週はね、っていうことになると思いますので、ぜひね、ご覧ください。21日かな、21日の3時から TV ラブオラリご覧ください。
はい、ということで今日は漫画で身につく PDCA の著者原正彦さんがゲストでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。アシスタントはみやびちゃんでした。ありがとうございました。そして私、自体長でお送りしました。ではまた来週。バイバーイ。バイバーイ。ありがとう。